おはようございます。ねどらです。昨日までの雨は夜のうちに止んでくれたので、今朝はねすっごい気持ちのいい天気の中スタートをします。民宿千葉は温山寺のすぐそばにあるんでですね、2、3分歩けばもう温山寺の、二王門のところに着きます。この橋の向こうにあるのが二王門なんですけどね、ちょっとね温山寺は特殊なんですかね。ここのね二王門を越えた後、ま、境内を歩くっていうのはよくあるんですけど、これ明らかにね、普通の遍路道なんですよね。なんかいまいちしっくりこないけども、改めまして18番札所温山寺です。朝日がすがすがしくて本当に気持ちいいです。毎日ねこんな感じだったら歩き遍路もすんごい楽しくなるんですけどね。遍路道を登っていくとお大師さんの背中の方に出るんですよね。後ろから見るんですけど、これ結構珍しい感じの像ですね。はい、ここのね温山寺は、以前あの玉寄御前っていうお母さんですね、大師のお母さんが来たんですけど、ここ女人禁制で入れなくてですね、お大師さんが懸命に修行して女人禁制を解禁したと。でお母さんが剃髪をしてその髪を奉納したと。でそこから、お大師様がですね母陽山温山寺と、寺の名前を改めたというエピソードが残ってるお寺です。ここの温山寺には全国でここでしか手に入らないっていう超絶激レアなお守りが売ってるんですよね。すりげさって言うんですけど、これねもう魔法のお守りレベルに効くらしいんでですね、絶対に買わなきゃダメだということで一人一つずつ購入しました。はい、じゃあ次は19番達栄寺に向かいます。これいきなりねあの畜舎の横を通るんですけど、伝染病予防のために畜舎には近寄っちゃダメだということで、気をつけながら歩きます。ここお遍路道なんでね危ないですよね。達栄寺に行くためにはここの竹林を抜けていかないといけないんですけどね、すんごいね今日天気も良かったのもあって、ね、すごい気持ちのいい竹林、こんな道歩けるなんて今日はラッキーですね。この辺はね、あの源義経の伝説いろいろ残ってるんですけど、ここをね義経が歩いたということで、鶴巻坂とか鶴張坂とかですね、いろんな名所が残ってます。徳島は至る所にみかんが植えてあってですね、すごくみずみずしくて美味しそうです。しばらく行くと見逃しそうな看板があって、そこを曲がります。歩き遍路って言ったらやっぱりねこういう道なき道みたいなところを進むのが醍醐味の一つなんですけども、ここなんかはね明らかに人ん家の庭な感じでね、さすがにこれは恐縮しちゃいましたね。はい、一般道に出ました。達栄寺まであと 1.6 キロ、ここからアスファルト道を進みます。途中にある遍路休憩小屋のお経塚ですね。このお経さんっていうのは後でまた出てくるんでですね、覚えておいてほしいんですけど、この小屋ね合掌した時の手の形をイメージして作られているということで、かなりきちんとした作りになってます。ここならね野宿もできるんじゃないかなって思いますよね。はい、達栄寺に近づいてくるとここの白鷺橋ですね、渡ります。ここを渡ればねあと少しです。ここからは商店街の中を通って達栄寺まで向かいます。ここのキッチンエミさんですね、ここでお昼を食べるお遍路さん結構多いようなんですけど、メニューにねロシア料理があるんですよね。今回は食べれないんですけど、次ねまた来る機会があればぜひ寄ってみようと思います。はい、19番札所達栄寺です。達栄寺はこのコロナ禍の中にあっても結構人が多くてですね、賑やかでしたね。ただしあの鐘とかはですねコロナの影響でまあついちゃダメだというような、張り紙も出てました。これはまあ仕方ないですね。ここのお寺はねなんといっても、黒神堂というのが有名です。動画も撮ったんですけどむちゃくちゃ生々しいんでですねちょっとカットしました。興味のある方はぜひ調べてですねこの恐ろしいホラーの話を、読んでみてください。
はい、気を取り直して辰絵餅を食べて、今日の宿の方に向かいます。次は20番、閣林寺ですね。閣林寺とその次の21番大龍寺は両方ともね、遍路転がしになってて、しかもその間にね、宿がないんですよね。なので今日は、閣林寺の手前の宿で一泊して、次の日は朝から、閣林寺大龍寺と両方山越えの遍路道を行こうと思います。この区間はね、お遍路休憩所はあるんだけども、昼飯食うところがなくてですね、唯一あるのがこのローソンなんですよ。ただ今ね、コロナ禍で中のイートインが閉まっちゃっててですね、お弁当を外で食べざるを得ないという残念な昼飯になってます。このね、みかんはね、本当にありがたかったんですけど、椅子もあるし、みかんもあるし、下にね、ゴミ箱があってね、すごく助かりました。はい、徳島でよく見かける開いてないたこ焼き屋さんです。いろんなものを置いてそうな、こういう古民家も気になりますけどね、ちょっと時間がないんでこのまま行っちゃいます。はい、今日の目的地、道の駅ひなの里勝浦です。ここまでね、今日の宿の車が迎えに来てくれるので、ここで少し待ちます。待ってる間に明日の登山口ですね、行ってこいで20分ぐらいなので、そこまで行って明日そこからつなげていこうと思います。今日の宿はふれあいの里坂本っていうところですね。ここはね、もともと坂本の小学校、廃校になってた小学校を、ちょっと再利用してですね、宿に変えてるというところで、最初あんまりね、期待してなかったんですけど、すごく評判が良かったんでですね、今日ここの宿にしてみました。ちゃんとね、金剛杖を洗う、亀もあってですね、中もね、まあ、なんとなく頑張って、小学校をなんとか泊まれるところにしましたっていうレベルじゃなくて、ちょっと普通のお遍路宿なんかとね、比較したら申し訳ないぐらいちゃんとした作りになってます。働いてる人たちもここの卒業生とかですね、この町の人たちばっかりのようでですね、本当にね、なんか協力してあげたくなってます。これが今日の部屋なんですけど、8畳ですね。かなりね、綺麗です。本当にね、その辺の旅館レベルに綺麗になってます。お部屋にトイレとかはないんですけど、ちゃんと洗面台があってですね、アメニティも全部きちんと揃ってます。もちろん、Wi-Fi もですね、無料 Wi-Fi も完備されてます。なんて言っても山の中の小学校なんでね、景色はもうこういう感じですね。はい、一部屋潰してランドリーコーナーですね。一部故障中のものがありますけれども、洗濯機が合計4台、あと乾燥機も合計4台です。多分ここの洗面台は大部屋、相部屋の方に泊まった人たち向けだと思いますね。はい、少量ですけれどもアルコールも売ってます。続いて1階の、大浴場ですね。ここもね、もう本当に、小学校をちょっと作り直しましたっていうレベルじゃない、きちんとした、大浴場になってます。体を洗うところは4箇所、湯船もね、相当でかいですね。これね、すごいです。はい、続いて食堂です。この食堂もね、結構広くてですね、ここの建物何人泊まれるのかわからないんですけど、これコロナさえなければ結構な数の人が収容できるんじゃないかなっていう広さですね。トイレは、個室も含めて全部共同なので、広めのトイレが1階と2階に1箇所ずつあります。もちろん全てウォシュレットになってて、今のアルコール除菌もですね、きちんと完備されてます。晩飯の時間になったので食堂に向かいます。今日はうちの他には、逆打ちしてるおじさんがお一方ですね、お泊まりだということで、合計3人の宿泊になってます。鮎の塩焼きとかもあってですね、田舎料理っぽい感じですけど、すごく美味しかったです。田舎の山あいにある廃校になった小学校が見事にリノベーションされててですね、これはね、ほんとすごいことですよね。シンプルな朝飯を食って、今日は遍路転がしなので早めにね、出発します。今回もご視聴いただいてありがとうございました。今日は閣林寺大龍寺、2つの遍路転がしを越えて山の向こうに降りようと思います。
チャンネル登録、高評価、コメントぜひお願いします。それではまた。